皆さん、こんにちは。今回のテーマはこちら。美容医療からホームケアまで、顔のたるみに効果のあったこと。今日、紹介した商品は概要欄にまとめてます。それでは早速どうぞ。頭のマッサージ。頭皮マッサージいいですよね。ストレスとかで頭皮がすごく硬くなってるから、それをほぐしてから顔の皮膚をリフトしていくと顔が見違えるようになりますね。私も最近髪が細くなったんで、ヘッドマッサージ機買って風呂上がりの習慣にしたら髪がふっくらしただけじゃなく顔も引き締まってきたのよ。何人かになんか若返ったねって言われたから効果あると思う。頭皮がたるむと髪がうねったり、細くなるんだって。私は頭皮マッサージでうねりが少し改善した。フェイスラインもスッキリした。頭皮と顔はつながってるんだって思った。ヘッドマッサージ機は、どのくらいの頻度で使ってますか？ 1 日おきで10分くらい。うちのマッサージャーは10分で自動的に止まります。ヘッドマッサージ機どこのメーカーのが良いですか？教えてください。私が使ってるのはマイトレックスってやつです。防水なのでお風呂でも使えますよ。このラクラクヘッドマッサージ良いよ、テレビで紹介されてバズってた。安いから買ってみたけど結構満足してる。ありがとうございます。探してみますね。たるみは女優でも抗えてないから完璧に対策は無理だけど、太らないことと頭皮マッサージはたるみを遅らせるのに効果感じた。背筋を鍛えるといいって石原さとみさんが言ってたから YouTube 見ながらやってます。私も背中ほぐしと背筋頑張ってます。さとみちゃんも加納姉妹も言ってたから。その動画最近インスタで見た。フェイスラインをスッキリさせるには強さ乳突筋を鍛えるのが重要らしい。そのためには背筋を鍛えるべきって。カスカスダンスやって背筋鍛えるようにしてるけど、ベロ回しもやりすぎると良くないとか、どうすりゃいいの？ベロ回しは前歯の前で行うから皮膚が伸びると言われてるのかと思って下で歯をなぞってる。顔の筋肉を動かせばって思ってたけど、コロッケさんも顔が緩んでると聞いて何をしたらいいのかわからなくなった。顔面を動かしても無意味ってことか？リンパマッサージとダイエットしたら二重顎なくなったよ。リンパマッサージは顔ですか？体ですか？両方してますよ。スマホやめる。スマホやめるのは、なかなか難しいけど見るときの姿勢に気をつけてる。気のせいかたるみがマシになった気がする。スマホの普及でストレートネックが増えたらしいね。時々 YouTube でストレートネック対策のストレッチしてる。あとはストレートネック対策の枕に変えてみた。私もストレートネック対策の枕使ってる。肩こりも和らいで良い感じ。電気バリブラシはどうですか？効果ありますか？小田切ヒロさんは電気バリブラシめっちゃ好きだよね。効くのかな？私は数年使ってる。効果はよくわからないけど、お風呂上がりに使わないと落ち着かない。周りからは比較的若く見られる。美容バリするとちょっと上がるのとスッキリするのと顎関節症に効くからたまにやってる。美容バリいいですよね。スキンケア頑張るより少し高いけど、美容針の方が結果が出るような気がする。タバコ、お酒を断つ。やっぱお酒たるむよね。最近よく晩酌してたら数ヶ月でってくらい顔たるんだ。体型体重は変わらなかったのに。わかる。私は数ヶ月お酒を断ってみたけど、痩せたし、たるみが劇的に良くなった。私の場合は毎日かなり飲んでいたからね。酒もだけど甘いものもね。糖化もたるみに関係してると思う。私は糖質制限まではしてないけど、甘いもの控えた時期があって、体重は変わらなかったんだけど痩せた？っていろんな人から言われた。確かに顔がスッキリしてた。今は元に戻ってるけど、健山ブラシ気になってる、使っている人いますか？健山ブラシですね、買いましたよ。聞いてるか今のとこわからないけど、とにかく気持ちいいです。たるみにはわからないけど、頭皮のうっすら油っぽい匂いがなくなったわ。まずはこの効果に満足。私は効果あったよ。下から上に持ち上げるようにブラッシング続けたら顔周りが気持ちすっきりした。買おうと思ってたら売り切れてた。出遅れたわ。強さ乳突筋と鎖骨周りをほぐすのもいいよ。私もお風呂上がりにこれやってる。リンパに効果的なのか、すっきりしてクマもできにくくなった。やっぱり溜まった老廃物を、毎日リセットするのが大事なのかな？お酒とタバコをしない。不必要な薬飲まない。人前に出る。胃に負担かけない。適度な運動。鬱にならない。以上を心がけてたるみを防いでる。わかる。仕事を辞めて引きこもった途端、顔がたるみ出した。人前に出るって大事だと思う。私はうつ病になった時、たくさん服薬してた時期があったんだけど、太るし、顔がたるむし、クマがひどくて散々だった。結局運動が大事な気がする。毎朝散歩するようになったら周りから若くなったね。スキンケアどうしてるの？って聞かれたけど、散歩始めただけだった。みんな配布してるけど、あれ数年後にリスク出るとかないのかな？私、配布一回やっただけですごく頬がこけて余計老けたよ。肉がなくなっただけで、何もいいことなかった。口開けると胸骨の下にゴリッとしたものがあるし、縮んだ肉をしたら痛いし、口開けたらポコッとしてるもんやから、死ぬほどブサイク。配布って人によっては天国と地獄なんですね。私もこけた。もともと痩せ型。筋膜と脂肪焼いて縮めるから、それはそうだよね。あと、胸骨高い人はマジで注意したがよい。
40代、若く見られるけど配布やってます。いろいろ言われてるけど、目に見えて効果があるのはやっぱり配布なので。頭皮の美顔器とか、美容芯とか美容液も一過性の効果はあると思います。レーザー系は半年から1年半で効果切れるの分かってから、割高に思えてしまってナチュラル路線になった。美容針は、安いところ見つけられたらラッキーだと思う。3歳くらい若く見られる程度の、ごくわずかな効果で良ければ、美容針おすすめ。有酸素運動と筋トレ。EMS ブラシで頭皮マッサージ。耳たぶぐるぐる回す。コラーゲンのサプリやゼリー摂取。これをやり始めたら改善された。何が効いてるかはよくわからない。サロニアの EMS リフトブラシ使ってるけど、私は効果あった。ぐっと上がって張りが出るのがわかる。ついでに肌もツヤツヤになる。コラーゲンの減少がたるみにつながるって聞いて、ずっとコラーゲン摂取している。毎日のスープに、スーパーで売っているゼラチン入れてるだけだけど、手羽先とゼラチンの鍋にハマってよく食べて時期があって周りから若く見られてた。今日久しぶりに鍋にしようわら。私は手っ取り早くコラーゲンサプリ取ってる。今度ゼラチン試してみよう。カルシウム摂取大事。頭蓋骨の縮みがたるみの一因らしいよ。あらゆる料理にスキムミルク入れてる。牛乳よりコスパ良し。これ、本当。病院で骨密度検査したら低くて治療したんだけど、数ヶ月後、平均値まで改善したら、たるみもマシになった。先生もたるみと関係するって言ってた。女性は40代を超えると女性ホルモンの減少で、骨密度は徐々に減ってくるらしい。骨が縮んで、たるみになるって。それ聞いて、魚たくさん食べるようになった。死者もばっかりだけど、カルシウムは、牛乳、チーズ、ヨーグルト、スキムミルクが含有量多くておすすめ。毎日続けるのが大事。若い頃から、カルシウムとビタミン D 取って、運動して、骨を劣らせないこと。オバジのヌルハイフと言われてるクリームおすすめです。1万超えですが、継続して使うとフェイスラインのもたつきが改善されるし、ほうれい線も目立ちにくくなりました。なくなって数日使わなかったらもたついてきたので、慌てて購入したくらい。個人的には手を出しやすくておすすめです。ヌルハイフなら、プロバイオダームリフティングクリーム使ってる。3000円くらいで続けやすいから。オバジ高いよ。私はオバジもプロダイオダームも使ったけど、オバジに軍配。翌日の張りが違う。私は左右差があって噛み癖が盲点でした。噛んでいる方がシュッとしてたるみも少なくて。そういえば片方でしか噛んでないと気づいて、それから意識したら改善してきました。私は、ご飯をよく噛んで食べることを意識し始めて、数ヶ月でなんか痩せた?って言われるようになった。体重はあまり変わってないのに、顔が引き締まった。顔を触らないようにしてる頬杖ついたりもしないし、目もこすったらたるむから。とにかく皮膚を刺激しないようにしている。ずっとこんなマッサージ機使ってたんだけど、やめたら顔のたるみが気にならなくなってきた。刺激しすぎると良くないと実感した。私は、洗顔時もあまり刺激しないようにしている。スキンケアも、とにかく優しく。周りから10歳くらい若く見られる。運動しない。若い頃から紫外線を浴びて対策してこなかった。休みの日はダラダラ。食べ物も好きなものだけ。夜更かしする。バターやマーガマリンなど不飽和脂肪酸が好き。顔も体もブヨブヨ。ぐにゃぐにゃ、ボヨンボヨンだよ。つまり、適度な運動。日焼けしない。規則正しい生活。腹八分目にバランスの良い食事。不飽和脂肪酸を避ければ、たるみも加速しないかと。私はたるみまくりだよ。かかりつけの先生に日焼けは絶対するなって言われた。たるむんだって。夏以外でも、日焼け止めと日傘は欠かせない。私は若い頃から日焼けしてたんだけど、日焼け対策を一番頑張ったらモテ出した。色白効果もあるだろうけどね。ヒアルロン酸注入だけはやめとけ。ヒアルロン酸、去年したんだけどたるんだ。金銭的に余裕があって続けるならいいけどお試しで施術するのはおすすめしない。コツコツとリファやったり、リンパマッサージやったり、頑張ったけど、それでもフェイスラインがほやけたままで、ダメ元でエステ行ったら2回でフェイスラインくっきりして、本当にびっくりした。エステって敬遠してたけど、初回で安いキャンペーンに行ったら、1回で顔がすっきりして驚いた。継続の勧誘を断るのが大変だけどね。エステティシャンでフェイシャルやってます。たるみはエステが一番効果出ます。上手い人がやれば本当にたるみがかなり消えるし、美容注射みたいな不自然さもないです。長持ちはしないから家でできる簡易マッサージのやり方も聞いて維持するといいです。逆にシミや深いシワなんかはエステだとできることが少ないので、美容皮膚科行っちゃった方が早い。ブスッとしてないで口角を上げるようにしてる。毎日意識していたらフェイスライン変わった。ブスだけど、話しかけられることも多くなった。表情って大事。毎日姿勢に気をつけてる。顎を引いて、背筋を伸ばす。あと軽く腹筋に力を入れる。仕事中ずっと意識して頑張ってたら、いつの間にかたるみが気にならなくなってた。姿勢大事ですよね。私はほとんどデスクワークだけど、背筋伸ばして座るようにしてる。毎日の習慣って怖いって思う。明るめのお化粧して、
髪の毛の手入れして、あとは背筋ピンとして口角上げてニコニコしていれば綺麗だよ。いかがでしたか？やってみたい方法はありましたか？ちなみにガルリスは筋トレが一番効果がありましたよ。このチャンネルでは、家事や仕事の合間に、聞きながら簡単に綺麗になれる美容情報を発信しています。よければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。